アイルランドにおけるディングル半島の位置ディングル半島はアイルランド共和国南西部のケリー県に位置し大西洋に向かって南西に突き出ている半島。西端はアイルランドで最も西に位置するとともにヨーロッパの最西端でもある。ディングル半島の名称は半島の西部に位置するディングルの都市名に由来する。一般には英語で話す場合でもアイルランド語での名称である。 コルカグーイブナと呼ばれている。コルカグーイブナというのは、グーイブナの子孫、または一族の意味とされ、中世に半島を占領し、ケリー県の南東部一帯を支配していたコルカ、グーイブナの人々から取られている。ディングル半島の地質はサガンで構成されており、半島の東側ではスリーブミッシュ山脈が続き、名前のついていない山脈が中央部から西に向けて伸びている。 マクギリーカディ山脈以外ではアイルランドで最も高い山である標高951メートルのブランドン山があり半島やケリー県北部の素晴らしい眺望が見える美しい尾根が連なっている半島の南端にあるディングルからブランドン海岸北部のキャッスルグレゴリーに達するコーナーパスと呼ばれる道路はアイルランドでも最も高い場所を走る山岳道路であり 切り立った崖やカール湖の間を抜ける危険な道路として知られている。半島の西の沖にはブラスケット諸島がある。ブラスケット諸島は先住民による文学上、言語学上の遺産で有名である。しかし、1950年代に政府が行った移住計画により無人島となってしまった。半島の西端部は全国的にも注目される作家や詩人を輩出した。 ゲールと鳩となっている。前述の通り、アイルランドで最も西に位置することから、最西端のダンキンはしばしば冗談として、アメリカの隣の地区と呼ばれている。ディングル半島は、日常的にゲール語が使われている地域である。ガララス礼拝堂、ディングル半島には、ガララス礼拝堂など戦士時代あるいは、中世前期の遺跡が多数所在している。ディングル半島のパノラマ。 ありがとうございます。